やめて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 だからあくびしてるし、あくびしてるやん。ちょっとあの多分向こうの日、向こうの部屋で休んでもらって休んでください。一応注意点があるから、はい、とにかく落ち着くこと、ああ落ち着けない方は告知をやってはいけません、はいはいはい、途中で10円玉を指から離してはいけないというパターンもあるけども、はい、ま、基本落ち着かせると、はあ、とりあえずあのあれですね、本当にだからちょっとお香を炊くわ、ああ落ち着かせるためにな、ちょっとお願いします。いやいや、ちょっとお香を見せて一回画面で皆さんに見せて、カレーのお香やんそれ。じゃあこれこれでちょっといく、右っていうの、うん、ああマジで行くで行くで、落ち着いてよ、霊を呼び、俺はい高齢術やから、はいはい、一緒に言わなかったこれ、はいはい、せーの、こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください、もしおいでになられましたら、はいへお進みください。俺ちゃうよ、今絶対なんかちゃうって、今絶対なんかやったら、ね、ちゃう俺じゃない、そうやろ今、ちょっと待って、うん、これ滑るから、うん、ずっと鳥居のままかもしれないこれ。いやちょやめてやめて俺引っ張ってないって、うそやろは俺だから動くねんってほんまに、はちょ待ってうそやろちょ待ってこれ来てるやん、ほら、早い怖いって、ほら来てるやん、これほら来たやん。ちょっと待って、いやいや、なので来たから、うん、ほら来てるから、は何これ、もうこれ質問してね。一回取り戻らない。戻ってくれ言わなかった、まだ動いてないけど、これ滑るからもうほら、うん、いやちょっと、ほらもう来てるやんこれ、ほらもう勝手に、は？え、これほんまにやってんの？いや、そうやって、これ動くねんって。だから呪物来てるよ、これ。みーや。みー？まだ、ちょっとまだ何も言ってないで。いや、何も言ってないね。み？え？なに？え？動いてんだよ、これ、マジで。え、タカさん、ほんまに？俺だって10円置いてるだけやもん。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。見ろや。何をやねん。何をすか。は？は？何を？見ろって怖ない。一回。一回ちょっと手疲れてきてんねんこれ。そうやねん、僕も疲れてんねん。ちょっと一回すぐやるんで戻ってもらっていいっすか。そうっすね、一回。え？ゆ？なになに？る？る？はっ、ここ行くの？ちょっと戻ってほしいんだけどな。いやちょっとほんまに動くねんな。なん、ゆる？え、ちょっと変な動き方すんねんけど、ぬぬゆる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 ぬ、ちょっと分かれんな、お前。え？ちょっと
回、一回取りに戻ってください。一回ちょっと指、はい、一回ちょっと。あ、戻った戻った。ああ、出す。あ、出す。これ戻った時どうすんの？戻った時どうすんの？戻った時どうすんの？戻った時。ええね。指、知らんけど。指、いかない。ほんまに話ええの？もうすぐ聞く。じゃあ、すいません。すいません。すいません。ちょっと、ちょっと。これ動くね。見ろって何これ？見ろって何よ？分からない。ちょっと待ってよ、これ。いや、マジで動くね、これ。しかも動き方が早い。だから、ちょっと、だから、待って、一回、まず、うん、まず、その、オカルトじゃ抜きにしてよ。はいはい。なんで動くん、これ。一応ね、その、やっぱ、やって分かったけど、僕、初めてやったんですよ、うん。めっちゃ疲れるやん。その、こうふわってずっとこうやってやってんの。で、やっぱ震えてるやんて。だそれで動くの分かんねんけど、うん。それが偶然にも言葉になったら怖いねん。うん、でも、はい、早ないしかも、でも、はいなんかな。いかへんよ。二人やで。ほんまに何もやってないですよね。やってないよね。それほんまにさやね。それだって震えるから。さあ、まあ分かる。なんかその、うん、こう動くのは分かんねんけど。10円でも、この、これで動くかもしれんけど、それを動かされてるかもしれん。ほんまに田中さん何もしてへんやったら、すごいな、これ。すごいよ。すごいな。わかった、ゆるぬって。沖縄の方言で、島って言うんだよ。島。あと、エジプト語で、寝てますって意味。それはちょっと。そっちか。島。島やったら怖い。だって僕、淡路島やもん。ほんまや。淡路島を見ろってこと？そうや。家見ろよってこと？家帰れってことじゃん、そろそろ。火事とか大丈夫やんな。いや、それ怖いな。だって俺今日、俺消したはずやねんで、暖房。俺あれ消してんねんで、俺。いや、ちょっと、でも確認しようないしな。俺だって絶対消してんねん、日の本は。うん。ついてたやろ。うん。せーの。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。あ、来た。いや、ほんまにやってないの？やってない。さっき歌が来てるやん。いや、早いって。いや。あ、でもさ、指の位置的にそうか。うん、じゃあ、これ質問してんのよ。はい。じゃあ、お願いします。ええ。だから、その、どちら様ですか？はい。お名前を、教えてください。お願いします。え？そこ、話しそうで怖いのよ。話しそうで怖いのよ。話しちゃうかね、これ。OK。わ。わ。はあ、ちょ。早いな。これ、タマさん、ほんまにやってないよな。いや、俺、動かしてないよ。割る？割る目って。割る目？どういうこと？割る目？どういうこと？割る目？悪目やって何？すいません。一回、こっくりさんお戻りください。あ、すごい。あ、すごい。え、ありがとうございます。お、これ話してんかな？まだ、まだ、このまま行くんや、鳥に。あ、え？だから、関西弁やけど、悪目やって言ってんじゃん。だから悪い方やでって言ってんじゃん。でも、すぐ帰ってくれた。これだからもう話ええやんね、話ええやんね、帰ってるからね、ありがとうございます。ちょっとそんなすぐ動くん？悪目やってどういうこと？悪目や、これみんなちょっと調べて。でも確かに関西弁やったら、まあわしちょっと悪目やなみたいな、うん、悪い女で悪目。あ悪目って何？悪い女で悪目やぞ。ほんまや。おいちょっと怖なってきたな。日本人形あるし。せやん。俺が夢見た。悪い女って怖ない？名前聞いて。名前聞いて悪い女って言う怖ない？
これみんなトレーナー気づいてない？なんか俺のトレーナーケニアの国旗やんか作ってるやんケニアの国旗田中さんが思いのほか僕よりちょっとなんか僕より落ち着こう、うん、落ち着こうで何回もなんでかわかる？なんで？あのみんな帰ったと俺ここ一人なんで、ね、みんな帰ったと俺ここ一人なんで、ね、一番怖いねじゃあ行こうかちょっと、はい、せーの、うん、こっくりさんこっくりさん、早い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 、あ、一回チャーミーの不安聞こう。あ、わかりました。はい。あの、このチャーミーと呼んでる人形のなんか不満とか教えてもらえますか。なんか嫌なこととかあったら。動いてるな。めっちゃ動いてる。け？しょ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 。ちょっと話す話す危ない。にけた。にけた。ひひ。逃げたい。嘘やろ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 、ちょっとちょっと一回帰ってもらおうや、うん、ほちょっと待って、ほんまに帰ってもらおう、ほんまに帰ってもらおう、こっくりさんこっくりさん、何やったっけ、お帰りください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 、ありがとうございました。ああああ、はいなった、はいなったで、鳥に戻っていいんかなこれ、もういや赤が鳥戻らなあかんと思う、あ戻るやん、ああ、あちょっと逃げたい、もうだからこの家から、あなたがこんなチャーミーを気持ち悪い使い方してるのかな、働かしてるから、働かしてるから、でもいやそうや、だって濁音ないねんこれ、あ確かにアンコールよ、ちょちょアンコール、ちょっとこれは僕聞きたい、夏さんの霊界について、その霊幽霊の世界ってどうなってるんですかみたいな聞いてみたいな、聞いてみよう、究極の質問じゃない、うん、それって住院いっぱいあるから、あほんまやね、あるね、はい、その住院ちょっとあの使ってちゃんと分けてください、あこれちょっと分けて、もう触りたくもないですマジでこれ今日のギャラで10円10円、一回しまっといてください、それ本当に、せーの、こっくりさんこっくりさんどうぞおいでください、もしおいでになられましたらはいへお進みください、たなさん動かよ、動かんばいってな、動かんパターン、動かんパターンは皆さんこれどうしたらいいんですか、動かんときはどうしたらいいんですか皆さん、あ何度も呼びかけるって、せーの、こっくりさんこっくりさんどうぞおいでください、もしおいでになられましたらはいへお進みください、ええ、はいじゃないで、ええどういうこと、なくなくなく、ああちょっとなんかちゃうやつなんじゃこれ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ゲスさん聞いてよ、はい、じゃあ、うん、ちょっともう動いてるんですけど、なんで、いや分からん、もう動いてる、もう動いてる、もう動いてる、なんで、えすごい動くんやけど、こんな動くん、
塔とその間どっち土地土地かそっち土地かそっちそっちそっちに火ちょ、早い早い早いって早いって早いって地に火けちょ、そっちに引くそっちに引くってどういうことそっちに引くって何引くはちょっと出すぞ。出せ。ちょっとこれ帰ってもらう。帰ってもらう。ちょっと怖いな。うん、じゃあちょっと帰ってもらえず、ちょっとあれを出してください。出してください。はい。せーの。コックリさん、コックリさんどうぞお帰りください。お帰りください。うわ。せろせろ。いや、うん、ほんまにお帰りください。うん本当にお帰りください。もう大丈夫なんで。はい、これってどうなるの？どうなんだろうね。うん。どうなる？これってどうなる？ただちょっと僕動機が田中さん。あでも戻った。なんか聞いてあげてそのなんか例えば怒ってるのかなとか。あ。怒ってるんですかこれ。すいません僕はちょっとあんま分かってなくて。おー。あ違う。ありがとうございます。怒ってない。怒ってない。ちょっと待って。これどうしたらいいのかな。怒ってない。なんかまあ楽しんでくれてるかもしれないですよ。そうですね。もうちょっと寝るんで、うん、寝るんで、ええ、寝るんで帰ってください。ええ、また来てください。うん、田中さん、全然帰らないよ。田中さん、これどうしよっか。何か質問しましょう。男ですか。ああ。はいはいはい。あ、女の人。女の人。女の人なんや。ニトリ。どうしよう。どうしようかな。あ、じゃあ、楽しいかどうか聞いてみたいよね。今現在。じゃあ、こっくりさん、今現在楽しいですか。どうですか。楽しんでますか。あんまり反応はないね。これ腕疲れてきたぜ。しんどいもう俺。じゃあもう逆に聞くわ。その最初のおくくりさんその何ですかあちらの世界とかってあるんですかね。ないってこと？え？どういうこと？ない世界ないんかな。そういうこと。ないというか行ってないからじゃん。行ってない。ああ、そういうこと。意外すぎるんやけど。いやこの人行ってないから分からへんじゃん。いや、あるかどうか。すごい。そう。あでもそれありがとうございます。めちゃくちゃ参考になりました本当。ちょ変えてもらう。ありがとうございます。変えてもらう。
すごい参考になった。ちょっと変えてもらうよ。ほんま参考になったですね。あの、帰ってください。すげえなってんや。ちょっと何すんの？あの、ちょっと帰ってください。明日、打ち合わせとかあるし。確かにな。ちょっと。確かにな。ちょっと帰ってもらえないですか？ちょっとほんまに手がつけてきたのと、あと田中さんこれ置いてんのちょっと一回どかしてマジでこれ落としそうやから、ちょっとどうやってやるの、すぐこれ一回これな、これちょっとどけるで、ちょっとどうしよう、ちょっと帰ってもないですかね、かいいとうの間か、かいか、かうな、いや、かいかい、かうかうかう、かうってどういうこと、わからへんな、かう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 なってどういうこと、かうな、呪物じゃん、呪物は買うよ、俺は別に。こっくりさん、こっくりさん、どうぞお帰りください。全然買えないよ。いや、ちょ。あれ？そうっすか。一回ゲーダさん指離してくれ。いや、絶対嫌です。ちょっ、もう嫌です。絶対離せんからな。絶対話せへんからな。あ、なんで帰らないのか聞いてみましょうか。なぜ帰らないんですか。うん。はい。はい。いや。どういうこと。なんか、僕らに言いたいことあるんですかね。俺らが読んどいてあれやけど。逆にな、この機会にみたいな、もしあるんやったら。そうそう、なんか、帰らへんのやったらね。え？なんか、何かしてほしいことありますか？何かしてほしいこと。逆に。まあ、それやったらするけど。な？ほんま動くな、これ。何これ。火。ないんや。どういうことだ？ないんやったら。奥に動くの怖い。話すと奥に動くの怖い。ちょっと腕。もうちょっと待って死ぬわ、もう。そうですね。じゃあ、帰ってもらいましょうか。はい。では、もう一度お願いします。こっくりさん、こっくりさん。どうぞ、どうぞお帰りください。あ、こっち側に動くの怖いね。指離れそうやね。一回話して。じゃあ、まだ話せない、まだ話せない。絶対話せない。で、これで OK でしょ、そっちから話して、ちょっと。で、これで、話して大丈夫やね。よっしゃー、じゃあもうやめよう。もうやめよう。もう20やし。やめよう。怖っ。ちょっと。なんか会話ちょっとできたな。会話できたのは面白いけど。これ、怖いな。なんか、こんな怖いんや、こっくりさんって。こっくりさん怖いな。逆にさ、これ小中学生これやんの、こんなことすんの小中学生。大人になってからもう怖いわ。ちょっともう寝ようか。よく言って疲れた。ここで寝ていいんだけどさ。あ、全然僕向こうで寝るんで。はい、あんたここで寝てください。マジでチャーミーもおるし、ここで寝て。いや、全然ほんまに田中さん寝てください。ほんまに最悪、僕もうホテル行くから。もうここで寝るぐらいやったら、ほんまに。
いや、本当ありがとうございました、こっくりさん。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんにびっくりしました。本当に教えてもらいながら、ちょっとね。こっくりさん、ありがとうございました。びっくりしました、本当に。ということで、本日も、オカルトコレクター、田中俊之と、下田花尾でした。ありがとうございました。